どうも、気づかぬうちに新ステージ出てましたね。スプラ全然やってないもんな。撮影してる間ですら早くいい試合取って終わりたいなと思ってたんですよね。あ、ではこれはいい試合なんですか？いや、特にいい戦績も出したわけじゃないけど、いい動画のネタが見つかったので。なるほど。で、今回使う武器がこれです。どれだよ。AK-47 カラシニコフを使っていきます。AK-47 カラシニコフ。反動は少し大きいですね。反動。ゲームが違う。あ、これただの赤ザップでしたね。一体彼女は何がしたかったのだろうか。ボケただけでなんでここまで言われるんですか？意味不明な発言とボケの区別もできないのか。霊夢ちゃんこんなに言われて悲しいというか、主が駅で倒れたそうだな。思い当たる節しかなかったそうですよ。最近クロちゃん子への最悪な健康生活を送っていたそうですからね。先週の土日はフォートナイト連続でオールしてたそうですし、昼飯がハッシュドポテト3つで他お菓子だった時もありましたしね。さすがにヤバさを感じて普通の生活に戻してるみたいですけど、今もおならが1時間20回以上出て困ってますしね。ひどい。何よりもショックなのは倒れた時にスマホをぶち壊したことですね。修理出すの面倒くさい。病院よりスマホということですね。勉強になります。皆さんこれがスマホ依存症です。あ、うぷ主ここにいたか。ちょ、今実況中なんだけど。するか。こら病院行くぞ。あ、待って、連れてかないで。引っ張らないで。あ、この怒り方だ。変なゴミが一つなくなりましたね。なくなったといえば荒野行動なくなるかもしれないよな。うぷ主は最後にスマホ荒野の撮影でもしようかと考えているらしいですね。てかすごいですよね。荒野運営はもう裁判で勝てるはずもないのに、ツイッターで裁判で勝てるからお前らデマに流されるなよ的なことを書いてましたしね。そんなことはどうでもいいですけど、クラン持ってた人たちがどうなるのか気になりますね。なんでそう。てか戦況見てみろ。圧勝してるぞ。ちょっと待って、リスキで戦意喪失してる敵いませんか？まあここまで無理をされたらやめたくなりますよね。いや、相手が戦意喪失する理由はおそらくこちらに下平平がいたからでしょう。下平平、そんなのいませんよ。っていうかこのまま続けばこれ勝てますよね。まるで将棋だな。は？自分が何言ってるか分かってるんですか？自分でも分からない。マジな顔して言うのやめてください。ショック潰しでカットしまちゅう。はい、これで残り試合時間半分となりましたね。これが底辺ゆっくり実況者の闇なのである。編集なんてパパパッとやって、終わりですね。よし、実況に戻ってと、とりあえず前に出ますか。まあここを塗ってからの話ですけど、一応ちゃんと塗るんだな。久々のプレイだから活躍できるか分かりませんからね。ってちょっと待って、なんかいるんだけど、上船ちょくちょくつついてちょっかいかけてみようと思ったら、チャーの車線機やがった。なめくしてるからそうなるんですよ。目には目を、歯には歯を、なめくにはなめくを。また変なこと言い出してる。というか右奥も殲滅したですよね。このまま頑張ればいけるんじゃないですかね。やるしかないようですな。圧敵多い。諦めるのが早い。なんかこっち来るなってやつがすごいので行かないようにしますね。だが今ここで私が逃げた理由はもう一つあるのであーす。それがマルチミサイルってわけですね。そういえばウプ主って今頃どうなってるだろうな。いや、本当マジでなんかのヤバい病気にかかっちゃったとか思いましたよ。でも貧血とか健康生活問題だったらより姉さんに殺されるな。うん、それ貧血ですよ。今日は素敵な日だ。花が咲いてる。小鳥たちもさえずってる。こんな日にはお前みたいなメガネは地獄で燃えてしまえばいい。うぷ主、何をしてる？あ、より姉さん、診断結果が出ました。どうやらただの貧血のようですね。てめえふざけんな、このヤブ医者が。うぷ主、ちょっと向こうでお話しようか。はい。あ、うぷ主からのラインが来た。もうじき僕は死ぬのかもしれない。一体何があった？そんなに重い病気なんですか？助けて。なんかヤバいほど装飾されてる。重い頭の病気にかかってしまったんですね。うぷ主がヤバいということはどうでもいいので実況をしていきましょうか。なんていう冷酷な実況なのでしょう。所詮うぷ主ですからね。このまま右を取りに行きたいですね。どうせゴリ押し。当たり前だのクラッカーよ。敵に狙われたら倒せばいいだけなのです。その敵と戦う位置があかん。まあまあ大丈夫ですって。見とけよ見とけよ。ほら、見ろよ見ろよ。瞬殺されそう。オットチャージャーが出てきましたね。ここで月に返してあげましょう。リスポーン地点に返してあげてください。では右側の塗りが雑。はい、歩きなくした。は、私も雑に塗っておこう。は、そして帰る。トロールだー。ふざけんな。まず現代の聖母マリアと言われ続けているこの私がトロール行為をするとでも。画像ふざけんな。はは、バカバカしい。この私に対し、先ほどの舐めた発言は図の直行。まず聖母マリアはそんなことを言わないからな。いい人ほどものすごく恐ろしい裏を持ってるんですよ。私もかの有名な暗殺組織に属していたこともありましたね。ってちょっと待って、これ登れるんじゃないですか？あ、無理っぽいからやめておきますね。あれ美味しいぞ。ってなわけで倒します。ノーデスで頑張ってても最後の最後に死ぬのがこの実況である。次回のアカウントログインは4ヶ月後になります。スプラトゥーン以外の動画伸びないのになんでやめるんだよ。なんというか、さっきも言ったけど撮影中が地獄すぎて、昔は自分のプレイを見てもらいたいと思ってやってたものの今となってはね。てかこの実況自体やろうと思ったんですね。主はやってたゲームもだんだん飽きて少なくなっていき、そうだ編集しようという結論にたどり着いたそうです。あとは近々ワープロの初段受けるから適当な腕鳴らしだそうです。ぶっちゃけあの検定簡単だから腕鳴らす必要もないぞ。あ、そういえば試合も終わってましたね。会話がメインの実況だと気づかないうちに試合が終わってるけん、ランク差ひどい。これで切ってた霊夢さんは頭おかしいですね。いや、よく見たら相手一人星ついてますよ。そんなの関係ない。はい、おっぱっぴー。